閉まりますドアにお気をつけください。
をマナーモードなどに設定の上、通話の際には恐れ入りますが電気をご利用ください。皆様のご協力をお願いいたします。車内は電気、トイレ、洗面所を含めまして全て禁煙となっております。終着札幌まで約2時間ございますが禁煙にご協力をお願いいたします。くず物入れは各車両の電気にございます。燃えるもの、燃えないものを分けずにそのままお入れください。どうぞ綺麗な車内作りにもご協力をお願いいたします。また1号車、2号車、4号車のお座席では肘掛けの蓋を開きますとテーブルが収納されておりますのでご利用ください。なおご不明な点がございましたら車掌が通りました際にお知らせください。さて富良野の旅はいかがでしたでしょうか。なだらかな丘に広がる畑も祈りの秋を前に一段と美しさを増していたのではないかと思います。心に残る風景、出会いのエピソードなど旅の余韻をお楽しみながら目的地までのひとときをくつろぎの列車の旅をお楽しみください。本日の車掌は札幌車掌所山本です。終着の札幌までご案内をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。なおこれよりご案内を兼ねまして乗車券、特急券を配達させていただきにお伺いいたします。恐れ入りますが乗車券、特急券、フリー切符等をご用意になりましてお待ちください。また富良野線などからのお乗り継ぎで乗車券や特急券をお持ちでないお客様はお近くを通りました車掌までお申し出ください。また列車はこの先キツメ、シカ、クマなどの野生の動物が多く出没する区間を走行してまいります。野生動物など発見さざいは事故防止のためやむを得ず急ブレーキの使用や急停車する場合がございます。車内でお立ちの際やお移動などされる際は十分お気をつけください。それでは本日までの飛行機の特急富良野ラベンダーエクスプレス号にてごゆっくりとおくつろいください。次の電車行きは足です17時19分の到着です。
下り普通列車行き合い待ち合わせのため一度停車いたします。発車まで少しの間お待ちください。なお乗降用のドアは開きませんのであらかじめご承知おきください。
します。芦別を出ますと次に止まります駅は滝川、17時45分の到着です。まもなく芦別に止まります。出口は右側です。